着だリーン。だがもはやお前は後戻りできない。それは分かっているな。ああ、ニエとしての役割、つまりは保険だったということも。だが今はただこの剣に全てを込めてみせる。ミリアム。八王一刀流と薬式軍刀術、父と子としての最後の交流か。叶うなら自ら手ほどきをしてみたかったものだがな。それはまたの機会にでも頼むよ。行くぞギリアス・オズボーン。来るがいい、イーン・シュバルツァ。闇が出てくるわ。リー、やったー。リー、君ってやつは。もう最後まで心配をかけて。やりやがったか。あ、なんだ、どうした。そういえばミリアムはここにいるよ。心配させるな。勝負は敗の勝利。これで全ての決着が。ミリ、あ、やっぱりそうなっちまったか。それってよし、なんとかなりそうだな。マリマル、いけそうか。うん、全ての力が集まった。
今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外。まさか。抑えられないんだね。呪いの本体、黒きイシュメルガの悪意を。ああ。よこせ。我のものだ、すべて。ああ、心地よい。ライケルステイを蝕んできた者の正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶だが、黒の本体と分離され、この次元に顕現した今こそ葬り去る唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえふざけんじゃねえぞこら。ああ、諦めるのは早い。シメルガの干渉が弱まったのが原因だろう。アリサ、すまなかった。10年以上ぶりになるのかな。父様。リン君、ギリアスさんは最後まで諦めなかった。元凶とともに大いなる一のみをこの次元に顕現させる方法を。聖獣たちの加護を得た君ならば、きっと。まさかあれはこの時のための。うん、試す価値はあるだろう。大いなる位置は錬成間近、元凶と共に檻に封じるがいい。お主の魂に絡みついているものを皆の力も借りて引き剥がすことによって。ああ、迷ってる暇はねえ。皆の思いをそなたに届ける。僕たちだけじゃないよ。黄昏の儀式を逆利用して帝国中にいる皆さんからも。教官、ダメ元ですよ。だからどうか諦めないで、リン。わかった、みんな頼む。黄昏の儀式を解析、広域霊視ネットワークを構築します。ロゼン、ビータ、他の連中にも手伝ってもらうわ。ブーストするよ。皆さんの思いをリーン教官のもとへ。この光。そうか、そこまで成し遂げたか。エリゼちゃん、皇女殿下。はい。兄様は私たちが絶対に守ります。
たち7組と同じ霊力による結びつきか。ああ、彼らの存在を感じる。アーティファクトとアークス2を介した広域霊視ネットワークでしょう。うん、ここが最後の分岐点だよ。頑張ってください、リーン教官。ミュゼちゃんたちも。くそ、俺たちもとにかく急ぐしかねえ。待っててくれ、リン、アッシュたち。私たちの力も貸すから。シバルト、ここが剣士の意地の見せ所ですわよ。ここを乗り越えれば、叶うはずもなかった未来を引き寄せることもあるよ。だったら引き寄せるしかねえだろ。リン君たち、待っててくれ。君たちならば、いや、私たちならできるはずだ。ええ、お嬢様たちの未来と私たちの未来も共に。トーマス・ライサンダー、間に合ったらよろしく頼むぞ。ええ、箱使いの名にかけて。ここが踏ん張りどころだな。あなたたちは、そうか、鬼神の力とともにバリマールの中に。ええ、ここまでの戦いも見届けさせてもらいました。リン、あなたたちの力見せてみなさい。待っているフィーたちのためにもな。ああ、それこそが我々にないお前たちの力。ああ、お前たちの全てを合わせて今こそ成し遂げるがいい。そこにいる忌まわしくも哀れな黒き炎との決別を。ドライケルス、貴様、我を哀れなどと。ああ、彼は我、我は彼、なれどなれは我らにあらず。八王一刀流、七の肩、無無双、神器合一。いや、ここからだ。聖獣の檻に封じられることで巨大な力と融合した。あまりにもわずかな可能性だが、この次元で滅ばせる唯一の形態として。そうい
いうことか。くらいに成長するはずだ。冗談じゃないわ。させません。ああ、だがいくらなんでもあまりに大きすぎる。バリマールたちは出力急激に低下。すまぬ、サイレン星に持っていかれたようだ。くそうなるかよ。なんとか俺たちだけでケリをつけるしかない。そなたらだけではない。この声は文校長？まさか。精霊の道をつないだら、これよりそちらに転移する。箱で足場を用意するので存分にやってください。あら、翼よ、我らはあの地。お待たせ、リン君たち。助立ちする。全身全霊をもって。君たち七組の力となるため、受け継ぎし意志を示すためにも。梅雨払いは我らに任せるがいい。レーシネットワークを構築した。こちらも支援する。遠隔オーダーでお手伝いします。ですから兄様、皆さんお願いします。どうか無事に戻ってきて。悪いな、俺らもオーダー程度だが。どうかブーンを、その手で未来を掴んでください。気をつけろ。一歩も引いてなるものか。力を尽くすしかなさそうだな。さてと。
こっか。アークス駆動。さてと。ごめん、あとはお願い。任せてくれ。行くぞ。アークス駆動、任せてくれ。変わってくれ。引き受けよう。私の番だね。よっ、行こっか。せっ、たまよ。崩れた。遅い。行こっか。はっ、えい。
てた。行きますね。あとはお願いします。うん、仕方ないな。はぁ、いいだろう。俺の番だ。アークス駆動。任せてちょうだい。光よ、受け取って。みんな、よし、どうじゃ。いいだろう。アークス駆動。よっ、行くぞ。うん、ここだ、今だ。いただきな。絶空砲翼の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。
よし。行くぞ。はっ、今だ。隙あり。お返しだ。返させてもらう。行きます。はっ、おいしいな。行け、僕の番だな。我が前例をもって、高魔の一撃をなす。光よ、滅せよ。行くぞ。万物ルーテン、無は有にして、有はまた無なり。私の番です。やあ、すごいな。遅い。後期スラリ、私の番です。今です。遅い。任せるがよい。さてと、行くぞ。せい、今だ。隙あり。行きます。何やせろ、ボルカニックハント。さてと、やあ、ありがとう。助けに。今だ。隙あり。よし、我が前例をもって高魔の一撃を成す。光よ、滅せよ。任せるがよい。耐えてみせるがよい。
きます。俺の番だな。
やあ、なかなか出ないわ。私の番です。アークス駆動、はあ、行くぞ。私の番です。行きます。変えさせてもらう。俺の番だな。はあ、任せるがよい。アークス駆動、いや、はっ、行きます。任せるがいい。やっ、わらわの番じゃな。はー、頑張って。任せてくれ、今だ。いただきだ。任せるがいい。任せてちょうだい。行くわよ。どうじゃ。私の番ね。強化する。はい、参るぞ。行くぞ。今だ。いただきだ。任せてちょうだい。光よ、受け取って。みんな、いいだろう。アークス駆動、どうじゃ。我が剣に愛を打つ。見とれるでないぞ。宵闇に潜む赤き月影、燃え尽きよ。終局魔法攻撃。行くぞ。はっ、ああ、さてと。やあ、なかなか見えないの。いいぜ。ありがとう。助かる。俺の番だな。今だ。スキアリ。さてと。回復します。ありがとう。助かる。ありがとう。アルティエムヒール。何度連れても無は有にして、有はまた無なり。俺の番だな。ああ、崩れたぜ。追撃します。私の番です。行きます。やあ、
俺の番だな。崩れたぜ。追撃します。遅い、今だ。さあ砕き散らすぞ。了解です。了解しました。いや、救護します。ありがとうよ。返させてもらう。導いた。確かに闘争は人を進化させ高みに向かわせる契機の一つだろう。その意味でお前は炎や知恵を人に与えた神だったのかもしれないな。そうだ、その通りだ。我の起動者となればお前も。だが悪いな。ここから先は人の時代だ。お前を生み出してしまったサガと向き合いながら高みへの可能性を目指す。さらばだ、いじめるか。魂があるかわからないが、せめて女神のもとへ。やり遂げたか、ディーン。ああ、なんとかね。でもいつの間にかあなたに気安い口調で喋っているな。なに、気にすることはない。
もとより14年前は親子だったのだ。テオに託したのは少しばかり後悔しているがな。そこはまあ、テオ父さんの方が付き合いは長いからね。ありがとう。あなたの思いと覚悟が分かって嬉しかったし誇らしかった。でもさすがに親子かな。ちょっと行動パターンが似すぎている気がするんだけど自らを犠牲にしがちなあり方か。反論はできぬが、お前はまだまだ先が長い。己を捨てて他を生かすのではなく、己も他も生かすのを最後まで諦めるな。お前の死の教えも結局はそこにつながるのではないか。そうか、そういうことか。やっと胸に落ちた気分だよ。行くんだな。ああ、ここは狭間、仮初めの開口でしかない。だが、会えて嬉しかったぞ。ああ、俺もだよ。ミリアムにクレア、レクター。ルーファスにもよろしく伝えてくれ。それでは、さらばだ、息子よ。さよなら、ギリアス父さん。教官、終わったのね。ええ。結社も去ったみたいだね。おそらく地上を覆っていた黄昏の呪いも消えたはず。それはそれで大変なことになりそうだけど。ああ、帝国軍や千の陽炎でも間違いなく動きがあるはず。今頃ヴァンダイク元帥やカシウス中将が動き始めているかもしれませんね。リーン、その髪。そうか、呪いが消えたから。ニエとしての変化も元に戻ったというわけか。
少しばかりビジュアルが被ってたからな。最後に戻ってくれてよかったぜ。あ、そうか、黄昏が決着しちゃったから。分かってはいたけど。ああ、最初から言ったように単なるボーナスステージだ。2年前みたいに締めっぽいのはなしにしようぜ。そうだね。ミリアム。ミリアムさん。前にも言ったように、今の僕は総国のために作られた剣だからね。実体のない概念兵器みたいなものだし、儀式が終わったら消えるってわけ。ミリアム。お姉ちゃん。そんな、でも。何、そのように諦めよくする必要もなかろう。バリマール、オルディネ。来るがよい、我が腹からよ。最後の刹那、去りゆく前に集おうではないか。よかろう。承知しました。大いなる位置を倒したことで元に戻った。うん、その通りだ。まるで長き夢を見ていたかのようだな。ですが、七の総国は果たされ、大いなる位置の呪いも解けました。苦労はあの末路をたどったが、今はそれをことほぐことにしよう。壮観極まりないが。条件は揃ったようだね。どうしたら。やっぱり他の連中と同じく不死者の身だったのね。ああ、それが王者としての人格を完全に受け継ぐ条件だったからね。すまない、アリサ。ようやくちゃんと話せたばかりなのに。だが最後に二つばかり、研究者としての成果を示そう。デウス・エクセリオンよ、大地の眷属の王者として要請する。大地の至宝ロストゼームのサクラメントプログラムをブート。残留エネルギーを生体素子に変換。合わせて概念空間の剣を実体化せよ。ええ、そのまさかね。暗黒時代の魔導士たちが追い求めてやまなかった禁断の領域でも、女神の二つの至宝の最後の力を掛け合わせれば多少の無理も通る。そのような裏技が可能とは夢にも思わなんだぞ。やるな、クロノ。いや、フランツ・ラインフォルト。できればあなたにも手伝っていただければと。うむ、もちろんじゃ。デウス・エクセリオンよ、炎の眷属が王者として要請する。アークルージュのサクラメントプログラムをブート。コンパクト修復されし肉体をなじませ、合わせて剣のコンパクを固定せよ。おおおおおお。二つの力。
炎の至宝に大地の至宝。なんて暖かい。とんでもないわね。キア、もしかしてあれは。うん、キアが雫の目を直したののすごい版みたいだね。なんだったんだ。たく、今度はスマートにアバヨと行くつもりだっつうのに。で、なんだ、ジロジロと見やがって。一体何が。どうして消えかかってたのか。それにこの髪、体の様子も。黒、血色もそうだが髪も元のグレーに戻っている。やったー、ミリアム。お姉ちゃん、なんか眠くなっちゃった。ごめん、ちょっと落ちるね。おい大丈夫、眠っただけみたいです。概念兵器の実体化、とんでもなさすぎでしょう。あー、みんな大人数すぎだろうまくいって何よりだ。父様バリマール、オルディーネたちも。何せ二四方の残された奇跡を合わせたのだからな。まあただ一度きりの反則技とでも思うがよい。ああ、分かったぜ。待って、だったら父様だってなんとかなるんじゃ。いや、遺伝子情報にコンパクの残留度、この方法は不死者となって短ければ短いほど成功する。私が不死者となって10年、同じ方法は通用しないだろうね。そんな。お嬢様。フランツ先輩。ジョルジェ、言うまでもなく君はいくらでも間に合う。この帝国を立て直すのに私の分まで礎となってほしい。わかりました、先輩。シャノさん、一度アルベリヒとして君が入れてくれた紅茶をいただいたが、実に美味しかった。これからも妻やお父さん、アリサに入れてあげてくれ。はい、もちろんでございます、フランツ様。行くのか、バカでしよ。ええ、先生。どうかお体にはお気をつけて。アリサも短い開口だったけど、大きくなった君に会えて嬉しかった。どうか元気で。イリーナとお父さんによろしく。私も嬉しかった。愛してるわ、父様。
バリマールたちも行ってしまうんだな。たく、自分たちだけでとっとと行っちまうなんてな。大いなる意地を御するのが、もとより我らの役目でもあった。それが成し遂げられた今、存在を消滅させるのみでしょう。胸を張るがいい、我が起動者、いや、相棒よ。かつての起動者の息子、あがきながらも前に進むお主を支え、成長を見守れたのは得難き日々だった。機械であるこの身にとっても、実に誇らしく、胸が躍るような。リーン、私はお前を誇りに思うぞ。俺も楽しくて、本当に誇らしかった。ありがとう、相棒。お前のことは忘れないよ。そうだ、リーン君、ユーシス君に、アルティナも落ち着いたら工房本拠地跡、生態研究棟を調べてみるといい。その剣を持ってね。それじゃあ。喜んでいることでしょう。たく、自ら悪役を引き受け徹底的にやり遂げやがるんだからな。ある意味父親としてハマりすぎてたっつうか。ま、寝首もかかずに付き合ったこっちもこっちだからな。生き残っちまったことだし、おっさんの責任は取らせてもらうぜ。ええ、そうですね。ただしレクターさんの方は軽めで、王太女殿下とのお約束を破るわけにはいかないでしょうし。ああ、ふざけるなっての。情報局と鉄道憲兵隊を比べたら極刑になるのは明らかにこっち。いや、おそらく君たちはそう簡単には解放されないだろう。帝国のこれからを立て直すのにね。ヨルムンガンド作戦の中断、恐ろしいほどの混乱が起きるはずだ。停戦交渉に賠償問題、おそらく国内も呪いが解除されて大混乱に陥るだろう。ともすれば帝国という国家がなくなってしまうかもしれぬほどに。そんな中、 TMP と情報局の意義は君たちが考える以上に大きいはずだ。そうかもしれねえな。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう。今回の騒動およびクロスベル問題をより良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で、言ってしまった彼に報いなくてはな。はい。たく、
さようなら、閣下。今までありがとうございました。アバよ、おっさん。せいぜい煉獄で見守っててくれよな。ねえねえ、考え直すとしたらこれが最後のチャンスだよ。っていうか、さすがに思い切りが良すぎじゃないの？いくら結社が来るもの拒まずだからってさ。毒を食らわばというだけですよ。このまま帝国に残っても皇太子たる僕を極刑にはできない。かといって廃着にしてアルフィンか兄上が継いでもしこりとなるでしょう。ならばこのまま行方不明となって帝国から消えることにしますよ。どうやら結社も人手不足の様子。そこそこ腕に覚えもあるつもりですしね。あ、執行者として認められればいろいろと好き勝手ができるんでしたっけ。これを機に帝国以外の広い世界を見て回るのも面白そうだ。坊ちゃんのくせに思い切るじゃん。いいよ、それだったらシャーリーと一緒に行くとしようか。ちょうどベイオウルフも来てるし、そのうちパパにも紹介してあげるよ。パパって刀身でしたかって、そういう意味じゃないんだろうな。ええ、お願いします。さよなら、アルフィン、兄上、クルトニ、リーンさんたちも。それから半年以上の日々があっという間に過ぎ去っていった。大いなる黄昏が解除されたことで、世界大戦は2日目で停戦へと向かった。ヴァンダイク元帥とカシウス中将の協力により、より被害が少ない形での停戦合意がなされ、さらに手術が成功したユーゲント陛下がマスコミを通じて復帰を宣言したのである。合わせて暗殺未遂が共和国の仕業ではなかったことも全世界に発表され、国内では大混乱が、国外では非難の嵐が巻き起こることとなったが、レーグニッツ帝都知事が政府の代わりに精力的にそれをフォローしていくのだった。それを受け、共和国や大陸各地に展開していた帝国軍は即時撤退を開始し、徹底的な追撃なども予想されたが、共和国軍もそれを深追いはしなかった。実際帝国軍の戦力は圧倒的だったため、手を出すことでの反撃を恐れたと見られる。まるで悪い夢から覚めたかのような、多くの帝国軍兵士に帝国民、一方共和国では当然のように帝国への激しい非難が巻き起こるが、幸い1日目の地域で非難は完了していたため、民間人の被害が最小限にとどまったのは大きかった。退任間近のロックスミス大統領も慎重に対応し、不満をある程度抑える方向へと持っていく。次期大統領もそれを了承するが、帝国に対し天文学的な賠償金を要求する方針が伝えられ、レーグニッツ知事が暫定主犯となった帝国政府はそれに対処する政治交渉を迫られることとなった。そんな中でも帝国軍が撤退したクロスベルへの共和国軍の侵攻については強く釘が刺され、リベール、レミフェリア、アルテリア報告もその点だけは共和国に強い自制を求めるのだった。なお賠償金は帝国政府、
皇室、RF グループ、海援旗を中心とした四大名門が賄うことに。なお、クロスベルから帝国正規軍は撤退し、帝国政府とマクダイル議長の交渉も始まったが、総督府治安部隊、通称総督親衛隊は了承せず、一時市内全域が彼らに制圧されることになった。逮捕されたルーファス元総督の呼びかけにも応じず、共和国軍による侵攻も危ぶまれたが、かつて軍警に所属していたクロスベル警備隊と市民の有志に解決が委ねられるのだった。そして劇団アルカンシェルに看板女優3名が戻った初公演の日、動力ネットで撹乱された親衛隊は一気に制圧、有志たちの手でクロスベルは解放されるのだった。なおその中心にはかつて多くの事件を解決した特務支援課関係者の姿があった。対外的な困難を乗り越えつつ、さらに大変なのは混乱を極める国内事情だった。戦争を先導したオズボーン宰相の死も公表され、抑圧されてきた貴族が反動で動こうとする一方、民衆はその動きに反発、皇族が両者を何とか抑えることに。しかし皇族でありながら宰相と共に戦争を煽っていた皇太子の行動も取り沙汰され、彼が消息不明となったこともあり、皇族もまた厳しい立場に置かれることとなる。そんな中、アルフィン公主や左目を失いながらも生還したオリバルト王子が真摯に国民に向き合い、国内外の信用を少しずつ取り戻していくのだった。またクロスベルでの状況を受けて、ジュライ、ノーザンブリアでも独立の機運が出てきたが、一方で10年近い経済特区としての成長や貧困などの理由で貴族維持を主張する勢力も場合によっては新たな火種になりかねず、関係者にとっては頭の痛い問題となっていた。なお、オズボーン宰相の直属と囁かれたルーファス元総督は逮捕されることになったが、同じく直属だったクレア・リーベルト少佐とレクター・アランドール少佐は逮捕を免れ、それぞれ情報局、鉄道憲兵隊の責任者として国内の混乱収拾に尽力することとなった。ただし両組織とも政府直属の立場を失い、いずれ新たな形に再編されることが決定していた。遊撃士協会は地位を取り戻し、各地の支部が5年ぶりに復活する流れとなった。大陸各国から高位遊撃士も派遣され、帝国各地の様々な混乱の収拾に協力していく。ちなみにギルド筋の極秘情報によると、行方不明のセドリック皇太子があろうことか結社見喰らう蛇に身を投じたのだという、執行者なる高位エージェントとなったという噂も流れているが、真偽のほどは定かではない。そして他の四大名門やレーグニッツ暫定主犯、司法監察員と協力して事態に当たっていた公爵家代行ユーシス・アルバリアは、数ヶ月後一区切りがついたところで仲間たちと共にとある場所に出向く。全員が全員それぞれの立場で混乱収拾に尽力していた日々の後、数日後とあるささやかな集いにお互い出席する意思を示した上での再会だった。Z73 のバックアップ素体だっけ？
アリサのお父さんが用意してたんだよね。うん、自分に戻るわずかな時に用意したらしくて、クロに気づかれないようことを運ばれていたようですわね。すごい人だったのだな。チートすぎんだろ、あんたの裏技といい。ああ、まったくだぜ。大丈夫、マナも安定しています。完全なる無垢の魂、衝突なども起こさぬじゃろう。私たちがサポートするから、早速始めるわよ。ユース何をボケっとしてるんだ。さあ剣を前に。ああほら、アルティナも。大丈夫です。きっとうまくいきますから。だから、アル、勇気を出して。はい。大丈夫。ちゃんと安定している。女神様、どうかお願いします。こんな奇跡、もちろんめったにあるわけないだろうが、それでもどうかこの子たちに免じて。剣が、伝えたいことは山ほどあるけど、まずはこの言葉じゃないとだな。おかえりミリアム。